定もたくさんあって、もうやりきった感はなく、あの本当にたくさん課題あるなと思いながら、はい、終わったんですけど、まあでも、これもなんかいい勉強になったなと思うので、はい、もう挨拶は本当に、本当に挨拶が一番緊張してて、なんか、もう挨拶どうしようってずっと思ってたんで、あの、まあ、まあ、しょうがない。東京ではちゃんとあのできるように頑張りたい。そこは頑張れなくていいと思います。そこを安心だなって、そこを確立しとけば本公演というか進行の公演に集中できるので、あのもうちょっとちゃんと頑張って、はい、挨拶されて、はい、でも本当に、皆様の拍手とか本当にパワーをいただいて、最初は緊張したんですけど、だんだんこうほぐれてきて、できたなというのはあったんですが、はい、まあ、本当に当初という役は難しいなというのが終わっての一番の感想です。で東京新人公演は結構そんな時間があるので、もっともっといろんなことをチャレンジして勉強していきたいと思います。はい休みます。ありがとうございます。